皆さんこんにちは。ここは天王寺駅。阪和線が私鉄だった名残を残すこのターミナルホームに、この日、特別な列車が発着します。そう、普段大阪環状線、梅田貨物線を通って新大阪まで乗り入れている紀ノ国線の特急、黒潮号が天王寺駅一番線に発着したのです。この日は、梅田貨物線が線路切り替え工事のために運用不能。そのため、黒潮号は全ての列車が、この天王寺駅阪和線ホームからの発着となったのです。ウプ主が遭遇したのは13時32分発、黒潮13号、白浜駅、283系による運用で、ウプ主世代にとってはオーシャンアローという名前がしっくりきます。天王寺から新大阪に行き、そこから帰ってくる時間を、天王寺駅一番線で過ごすことから、ゆっくりと様子を観察できます。さて、特急が発着する以外は、至って日常の天王寺駅ですから、普通列車や区間快速列車は普段通り発着していきます。ただ、普段225系1編成が、昼寝している、1番線から伸びる引き上げ線は、夕方以降の運用に向けて、289系が、休んでいました。2番線に到着後、ここに引き上げ、1番線に再度据え付けられる運用もあったとか、こちらの区間快速は、オーシャンアローの後を追って、発車する区間快速となります。ここからは、特急が発着する時間帯の、駅の様子を振り返りましょう。この時間帯は、3番線か4番線の、必ずどちらかに区間快速がいることになっていて、4番線に到着するとすぐに、3番線の電車が、3番線に到着するとすぐに、4番線の電車が発車していきます。2番線側のギャラリーが、多かったせいか、3番線からの区間快速は、慎重に発車していきます。それでは、いよいよ特急列車の発車時刻が近づいてきました。まず、区間快速が到着します。ちなみにこの区間快速の後には、次の特急が控えています。
この区間快速の到着後、1番線に発車ベルが鳴り、いよいよ特急が発車していきます。この時、次の特急はすでに美少園駅を通過しているのですが、先に4番線から区間快速を発車させた後、ようやく次の特急が入線することになります。車両は289系でした。この車両の方が、天王寺駅に特急が発着していた時代の車両、すなわち381系に近いシルエットを持っていると思います。381系にパノラマグリーン車が登場した頃にはもう短絡線が完成し、新大阪への乗り入れが始まっていたのでしょうか。さて、梅北大阪駅が無事開業し、この後黒潮号に待ち受ける変化は何は筋線の開業くらいでしょうか。しかし何は筋線は近く間287系はともかく283系のパノラマグリーン車や289系の優先系先頭車は単純に考えれば乗り入れできません。また283系は経年劣化も進んでいることから、黒潮号の車両にも今後8年で変化が見られることになるでしょう。うぷ主は289系2000番台の基本編成と交換する形で、現在サンダーバードで運用されている4000番台を6両にした上で283系の置き換えと合わせて導入するのではと仮説を立てています。何はともあれ、黒潮号がこれからも大阪と和歌山の各地域を結ぶ列車として末永く活躍してくれることを願います。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。